今回はハリソンコンソールズが出しているミックスバスという DAW の中で使う専用のプラグインエフェクトの認識のさせ方、まずね、ハリソンコンソールズのサイトで買いますよね。なんか目的のプラグインエフェクトで買うとすぐにメールが来ます。画面のね、この右下の方に表示してますけれども、こんな感じのねメールが来るんですよ。で、件名が、例えばエキスパンダーゲートだと、Your XTEG Expander Gate Delivery Information っていう件名のメールがね、すぐ来ます。で、その中、上から3行目にね、URL が書いてあるんですよ。で、まずはね、これをね、コピーします。で、これをコピーしたら、このミックスバスの方の、ウィンドウの中の、ライセンスマネージャーというのを開いて、で、さらにそのウィンドウの中のダウンロードライセンスというのを開きます。で、ここに、メールの URL を、ペースト。で、OK を押すと数秒でなんか処理、終わって、ここにね、自分の名前が表示されて使えるようになります。それだけです。例えばね、もう今配ってるかわかんないですけど、ちょっと前まで今も配ってんのかな、無料でダウンロードさせてくれるっていうね、イコライザーとエキスパンダーゲート、今これ2つあります、ライセンスされてます。で、そうすると、こんなね、ハリソンコンソールズの XTEG ゲート、これと、もう一つこれか、あ、これだね。ね。二つね。うん。が、ちゃんと使えるようになります。これね、なんか、気持ちいいんですよね。いじっててね。まだね、ちゃんと使ってないんで、よくわからないんですけど、なんかね、気持ちよくていいなーって感じ。でね、なぜこれをね、動画にまとめてるかというと、僕ね、最初買って、こうパッと与えられた情報を見て、ちゃんとね、読まずにね、なんかライセンスのそのファイルを Windows だったら、所定のフォルダーに入れれば使えるようになるのかなと思ってやったら使えなくて、無駄に時間かかってしまったんですよ。そんなこともあったので、ね、ちょっとまとめました、動画に。ファイルを移動するんじゃなくて、コピーするんじゃなくて、このミックスバス DAW の中にあるライセンスマネージャーを使って、認識させると、それだけです。もう簡単です。すぐできます。で、このソフトプラグインエフェクト自体は DAW と一緒にインストールされてるみたいなので、新たにダウンロードするっていう必要はないです。ということで、今回はですね、ハリソンコンソールズが出しているミックスバスの中で使う専用のエフェクト、プラグインエフェクトの、ライセンスの仕方でした。